栗林が取れないんですよ、逆に。ここで森下くん投げちゃったらね、みんながガッと行っちゃうから、そういうのが聞こえない。キャッチャーを立たせてるかどうかとか全然わかんないからここだと。ああそうです。そう力の入れ具合がまだでも多分軽くだと思うんですけど。